はい、今回2022年3月号のカローラクロス、ガソリンとハイブリッドで2駆と4駆 E4 の実燃費の記録について紹介していきます。ガソリン価格もなかなか安くならなくて、レギュラーが164円で、ハイオクが174円で、軽油が140円、軽油でも140円しますからね。で、まずは新型車の燃費ランキングから紹介していきます。では2022年3月上旬の国産車の新型車燃費ランキングですね、20位から紹介していきます。もうかなり順位が変動してるんで、でも昨日か一昨日ぐらいから3日ぐらい前からですかね、もう抜くなってきましたよね。もう早朝でも、もちろん日中でも、もう暖房を使う必要はないぐらいぬくくなってきて、で20位がシャトル 18.62、 19位が CHR で19超えてきて、で18位がフィットで、17位がツーリングで、16位がマツダ2。マツダ2って燃費いいんですね。毎回ランクインしてますからね。で、コペンが初めてランクインして、GR ですからね、しかも 19.65。14位がカローラクロス 19.86。13位がラパン。で、12位が20超えてきて、ヤエスクロス 20.18。で、11位がフィールダーで。フィールダーとかアクションってまだ販売してるんですよね、確か。で、10位、インサイト。9位がフレアクロスオーバー。で、8位がプリウス。ずっと20代で。で、7位が、カローラセダンが7位ですからね。毎回3位にはランクインしてるんですけどね。今度は7位で。で、6位が、ヤエス。とうとう、ヤエスも6位まで落ちてきて。で、5位がライズ。ライズが上がってきましたね。ヤエスクロスより毎回下だったんですけどね、5位にまでは上がってきて 20.72 で、4位ミライス 21.02 で、でトップ3で、3位がアクア、常連で 21.23 で、2位がプレオ 21.36 で、1位がクロスポ 21.38。1位と2位が結構意外な、まあ毎回20位以内には入ってるんですけどね、トップ3にランクインするって初めてですよね。もうかなり順位が変動して、で車種検索でカローラクロス、でガソリンの4駆カーですね。ガソリンって4駆ないんでしたっけ。2駆4駆で、ガソリン車の2駆ですね。 1.8 リッターで 1800cc 200万から、去年の9月に発売したばっかしですね。まだ半年ぐらいしか経過しなくて、車重1330、1370で、1年間走った場合の年間ガソリン価格102,975円で、直近のデータが2月17日から3月8日まで、一番燃費良くなかった記録で2月25、9.98、 一番燃費良かった記録で3月4日ですね、23.49。本当にこれガソリン車かっていうぐらい燃費いいですね。コンパクト SUV というと、もうサイズ的には本当にミドルクラスに匹敵するぐらい、まあサイズも車重も重たいですけどね、ガソリン車でこれだけ燃費良くて、16ぐらいありますよね。で、続けて E4 ですね。トヨタの場合、ハビットの4駆は E4 って呼ぶんで、
で車重に関しては一番重たいですよね。ハイビット4駆なんで、で価格の方も一番高くて280万、1490か1530150160170ぐらい、ガソリン車に比べたら一番軽量モデルと比べた場合重たくて、年間ガソリン代安いですね。1万キロ走ったと仮定して85,088円、直近のデータが一桁台はなくて2月26日、3月9日、一番燃費良くなかった記録でも2月27日14.32、一番燃費良かった記録で3月6日23.33。いやこれ平均したらもう20ぐらいあるんじゃないですかね。20あるかないかぐらいで、ガソリン車が17、ガソリン車2個は17で、ハイビットの4個は20ぐらいで、一番燃費はいいと思われるハイビットお肉259万で、車重1380か1430、ガソリン車は肉と比べたら50キロぐらいですね、重たくなっていて、年間ガソリンでそこまで4駆と買わないですね。1万キロ走ったとして83,700円で、直近のデータが1月30日から3月10日まで、一番燃費良くなかった記録でも18超えてますね。2月17日18.37、一番燃費良かった記録で2月19日23.22。四駆の方が人気なんですかね。データが四駆と比べたら少なくなっていて、平均したらでも20はありますよね。20.5。四駆とそこまで燃費差はないように思います。確か満タン法での実燃費だったと思うんですけどね。だから正確な燃費データですからね。ハイビットお肉、カローラクロス、ハイビットお肉が20.5で、まあ、4駆も同じぐらいですけど、E4 も同じぐらいですけど、20.0 で、で、ガソリン車お肉が、まあ、17、8、17ぐらいですね。まあ、全体的にかなり燃費いいですよね、サイズとか、車重考えた場合。はい、今回、トヨタ、新型カローラクロス、ハイビットとガソリン車で、2駆と4駆 E4 の燃費差について紹介しました。